ダニエラ・アルバレスは、コロンビアのモデル。ミス・コロンビア2011で優勝し、国を代表して、ミス・ユニバース2012に出場。ドイツ移民のルーツを持つ。1988年5月24日、グスタブ・アルバレスとザンドラ、バスケスの下、アトランティコ県バランキージャに生まれる。二人の兄弟姉妹がいる。2001年、セニョリータ・ボレボルに選ばれる。2005年より、 デザイナーのフランチェスカ・ミランダ、シルビア・チャラシー、ベアトリス・ソートを通してファッション業界と関わる。2011年11月14日、ボリーバル県カルタヘナで開催されたミス・コロンビア2011にアトランティコ県を代表して出場。優勝。アトランティコ県代表として10人目であるが、これは県別に見た最多記録でもある。 2012年12月19日、ラスベガスで開催された、ミスユニバース2012に出場。入賞ならず。イブニングドレスの審査では、副写の短いドレスを着ていた。ST ロ RCN の共同司会者。W ラジオのラジオパーソナリティ、ノーティサントロ 1CM& のニュースキャスターなどを、歴任。ファンデーション・ウニベルシダ・デル・ノルテの、ソーシャルコミュニケーター兼ジャーナリスト。 ポンティフィカル・ザビリオン・ユニバーシティより国際関係学の学位を授与されている。2020年5月、腹部の腫瘍を取り除くため連続5回の手術を受けた。4回目の手術中に医師らは拒絶を発見した。2020年6月、5回目の手術で彼女の左足は失火で切断された。そのわずか2週間後、兄とダンスをする動画を公表。 インスタグラムで380万回以上再生された。英語とドイツ語を話す。フルートとパーカッションを演奏する。また、フォークダンス、サンバ、アラブの舞踊を踊る。ありがとうございます。